新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、島田市は企業や保育園、幼稚園などに消毒液を無料で配り始めました。島田市が用意したのは次亜塩素酸水800リットルで、今朝から市内の企業などが持参した容器に分けています。消毒液は手に入れるのが難しくなっていることから、配布場所の島田市役所には多くの事業者が訪れました。次亜塩素酸水は水で薄めて手の消毒や人が触れるものの消毒に使います。今回の配布は1回に500ミリリットルまでで、保育園や幼稚園などは園児の数によって配る量を決めます。全然足りてない状態で、ちょっと期限が切れたものでも子どもには使わせられないんですけども、テーブルを拭いたりおもちゃを拭いたりして使わせていただいています。今日はとてもね、私ものをいただいたのでありがたいです。市は用意した800リットルがなくなるまで配布を続けます。